はい、テニファンの小村です。今日はゲストに来ていただいてます。この方です。どうも、テニスベアのマッシーです。はい、ということで今日はテニスベアさんとのコラボということでですね、マッシーさんと一緒に、はい、やっていきたいと思います。お願いします。はい、で、今日のテーマはサーブです。はい、サーブ、マッシーさんサーブ得意ですか？サーブはまあ普通です。普通、はい、なるほど。はい、今日はね、その中でもちょっと特殊で、はい、サーブで絶対にやっちゃいけないこと、はいはい、特にあのマシン最近試合出られてますよね。はい、出てます。試合で一番やってはいけないこと何だと思いますか？サーブで一番やってはいけないこと、はい、何ですかね。サーブでもうこれはルール上なんです。ルール上の話。振り切らない。いや、これはルール上の話。ルール上で言うと、はい、フットフォルトはしちゃいけないですよね。特に動画で撮ってるとちょっと気になる時ありますよね。そう、はい、なんだけど、はい、なかなか自分では気づかないんですよね、フットボールって。確かにそうですね。はい、で、あの練習中もなかなか指摘、はい、してくれる人もいないし、はい、試合中でも相手からフットボールだよって言われることはあんまり今ないですよね。はい、たまにありますけど、うん、で審判がついてる時に、はい、まあ、フットボールを捉えることなんかあったりしますけれども、あのセルフジャッジの試合が多いので、はい、なかなか気づかない。そうですね。だけれどもフットボールはしちゃいけないです。はい、で偉そうに言ってますけど、僕も正直最近、はい、左足をこう、はい、動かすサーブにしてからですね、はい、若干ちょっと自信がないところもあるので、はい、今日はそこをしっかりと、はい、フットフォルトをしないための練習っていうのをやっていきたいと思います。なるほど、はい、分かりました。今日ここにですね、はい、ラインをちょっと目印を置いてます。はい、ライン上にですね、ベースラインの上にこの黄色いマーカー、はいはい、これって普通に売ってるんですね。これで売ってるんですよ。こういうでこれ ね、 あの、はい、ね、ウィルソンさんのやつですけども、はい、こういうのを置いてます。でセンターにもこれなんて調べたら出てくる商品なんですか？これね、簡易ラインで調べると簡易ライン、なるほど。はい、あの概要欄にもリンク貼っときますんで、はいはい、でこれを置くことで何があるかっていうとですね、はい、普段ね、こう何もないと踏んでも気づかないじゃないですか。はい、あ、なるほど、はい、なんですけどこれがあることで踏むと、はい、あれなんか変なの踏んだっていう風になるので、はいはい、自分で気づくことができる。なるほど、これちょっと厚みがあるから気づけるんですね。はい、はいはい、でフットフォルトってどういうシチュエーションでダメかっていうと、はい、まず打つ前からラインを踏んでること、はい、これはダメですね。知ってました。当然、はい、はい、スイングの途中で踏んでしまうこともダメです。はい、ああ、それも薄々感づいてました。はい、それがこのベースラインだけじゃなくて、この真ん中にもこのマーク置きました。これは何かっていうと、はい、これもうちょっと後ろがいいかな。このセンターラインの仮想延長線上も同じことが言えます。はい、うわあ、ここね、あんま知らない人たまにいるんですけど、これ。はい、デュースサイドでいうところの、はい、こう後ろ足がこう、はい、踏んでしまったりとか、はい、超えてしまったりとかするのもダメだし、はい、サイド側、はい、アドサイド側で、はい、左足がこう超えてしまうのもダメなので、うわー、はい、これはセンターラインだけじゃなくて、はい、シングルスだったら外側はシングルスラインの延長線上、ダブルスだったらダブルスラインの延長線上も同じことが言えるので、はい、あ、そうなんだ。はい、ここを気をつけないといけないです。はい、分かりました。なので、それを踏まないように、はい、サーブを打つ練習をしていきたいと思います。はい、わかりました。緊張するな。あ大丈夫ですね。触れてる。まあ、あの打ち終わった後に超えるのは大丈夫です。はい、でもね、今めちゃめちゃ意識してたんで、ちょっと普段行きますね。うんうん、マシーさんの場合はあれですね、はい、あの足が動くとしたら、はい、左足は動かなくて右足だけがこう来るので、はい、あの大丈夫だと、あんまり危険性はないんですけど、はい、怖いのは右足がこう来る時っていうのは多分、はい、超えちゃったりします、ね、そうですね。はい、あとはアドサイドからこうなることがなければ、はい、なるほど、はいはい、ちょっとじゃあアドサイドから、はい、じゃあセンターに向かっていきましょうか。わかりました。うん、ナイスサーブですね。ありがとうございます。あ
いいと思います。はい。で、僕の場合がですね、はい、最近のサーブは、ああなるほど。要するに鈴木隆夫プロ、はい、みたいに一歩、そう一歩左足を踏み出して打つっていうことをやってるんで、ああ、まあトスがね、はい、ずれると、はい、こう動いちゃう人ってやっぱりいるわけですよ、はいはい、そういう人なんかはやっぱり初めからある程度こうベースラインから後ろに構えていただいて、はいはい、おお、こう踏んでも大丈夫、このどれぐらいの距離、例えば30センチなのか50センチなのかっていうのを、はい、あらかじめ見越して、後ろに構えておくっていうことが必要なのかなと、はいはい、あんまりね安全策を取りすぎて、はい、この辺まで下がっちゃったらもったいないので、はい、ギリギリのところで、いやー今ぴったりですね、こう、おー、こういう感じで打球カメラ映ってないのもったいないぐらいいい打球だな、ね、それで、はい、トスが前にこう、はい、上がりすぎると、はい、それを追いかけようとして、はい、前に行っちゃうことがあるので、はい、その時はやめる、はい、あトスをやり直す、はい、あやめようよ、なるほど、これが大事、いやこれで、なかなかやめるのも練習ですよね、そうそうそう、なかなかねやめないんですよね、悪くても、そう悪くても打っちゃう、なんかもったいない気がして、はいはい、もったいなくないですから、なんかその変なトスの奇跡の一撃にかけちゃいます、早い、クイック、はあ、ちょっとでもねやっぱ足を気にしちゃうと、はい、その分バランスが崩れて、はい、今みたいにフォールトするので、はい、これはね、はい、慣れですね、慣れてこの感覚で慣れて、慣れてトスがちゃんと上がって綺麗に打てる感覚を身につける、はい、ダメだ今のはずれたな、確かに普段意識してないから、私もちょっと今意識しすぎたんですけど、うん、でも本当にいつもだったらちょっと出るんですよ、うんうん、それが今日は全く縮こまって足が動かなくない、一番確実なのはフェデラーみたいに、はい、全く両方とも動かないのが一番ね、おお、一番いいですけど、はい、まあ、それは好みというか、はい、自分が一番自然体で打てるフォームがいいと思うんですよね、はい、なるほど、今ゼロから始める人がいたとしたら、はい、どういう足を教えます、難しいな、サーブですよね、はい、僕は、はい、ゼロから始める人にはあまり足を動かすことはお勧めしないです、なるほど、最初からこの状態で、はい、打つことをお勧めする、なるほど、うん、まあでもそうそう、ナイスサーブ慣れれば、そう、おお、やっぱもうどんな足でもいけるんですね、おお、っていうのもできるんですけど、はい、うん、まあ一番は、はい、自然体であることがやっぱり大事なんで、はい、無理やりなんか強制して我慢してるっていう状態にならないことが大事かなと、はい、なるほど、その中で、まあ、これが気づきを教えてくれるってことなんですね、はい、なるほど、そういうことです、勉強になりました、はい、はい、ということでね、こういうやり方で、フットホルトに気づくことができて、フットホルトをなくしていくっていうことも必要な、噛んでます必要なんじゃないかなというふうに思いますのでぜひ皆さんの練習にもね取り入れていただけるといいんじゃないかなと思います、はい、やってみたいと思います、はいはい、テニス部屋さんでもぜひやってみてください、わかりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。